はい、じゃあよろしくお願いします、えー。今回は高校受験対策の四種シリーズ第12弾やっていきましょう。訂正です。すいません。次の文の四角に当てはまる5句を書きなさいと書いたんですが、7番は数字が入ります。あの、5句だけではないんですけど、そこを了承いただいた上で、ぜひね、7問解いてみてください。で、やってもらった後にわかんなかったり、不安なところがあれば、今からね、自分がも解説をしながら、余計なことも喋りながら、えー、解説やっていきますんで、聞いてもらえたらと思います。 いいかなでは早速ねまず一番から解説やっていきますのでどうぞよろしくお願いしますでは画面下げましょういきますよっほっははははこれねいじゃいしょあいきましょうまあサクサクいけるとかサクサクで、えー、と答えだけじゃなくてまて、あ、こんなね似た問題ではこういう出題もされますよっていうのもね喋りながらいきます でまず1番はですねもうこれね「自ら光を出して輝く天体、まあ、太陽のような」っていう「太陽」を例に出してますけどこれはもう答えだけでいいでしょうまあ漢字ちょっと気をつけてねこれで「構成」です構成これは答えねまあこれはサクッと1問で1問でこれだけで OK です で次ですねえっ、ー、と天気記号がありました二十丸の天気記号ですまあまず答えからいきましょうどれかっていうとこれは曇りです曇りねってことで一応今回の答えて分かるようにこう書いておきましょうか曇りが答えでしたとでまあ天気,記天気記号はいろいろあるわけですけど、まあ、受験とか問題で出てきやすいのはこの4つまあ改正はほぼ問題では出てこないですけど一応全部覚えておいてください 改正はね、分かりやすいんだわ。丸だから。雨も分かりやすいんだよね。塗りつぶすから。あって雨っぽいじゃん。なんか。ここだよね。晴れと曇り。これがよく狙われる。晴れは丸に縦一本です。これが晴れの天気記号になります。いいかな。天気記号はこの二つがよく狙われるので覚えておきましょう。っていうところと、すごい今余談にはなるんですけど、えー、雲の量がよくね、出題されることがあります。これちょっと余談で。 ごめんね、こっちとふわふわしときますわ雲の量例えば図が書いてあってこの中に雲がじゃあここに雲がありますここにも雲があります,ここりますはいその時この絵だけ見てねこの天気は快晴、晴れ曇り雨どれあ雨は入んねんな快晴、晴れ曇りどれでしょうかっていうなるんですけどわかりますかっていうね これはまあ雲の量でえ天気が決まります。これ結論から言うと晴れです、これは。晴れになります。引っ掛け方としては、今回ね、まあ、ちょっと外少なかったかもしれないですけど、雲が割と多いじゃないですか。だから天気曇りって行きたくなるんですけど、この量だと晴れになります。まあ雲の量、雲量って言うんですけど、曇りの天気にするためには、雲量。雲の量ね。 これが比率で9から10までいかないと曇りにならないんです。で晴れっていうのは雲量が2から8が晴れなのね。だから全体の80%が雲になっていても天気は晴れになります。いいかなまあこれも結構ね狙われやすいのでセットで覚えておきましょう。 で3番前線ですね、まあ、今回の問題になってるのはこれです丸と反対側に尖ってる丸と尖ってるセットになってるやつですね、まあ、これも答えからいきましょうやっぱりこれはよく狙われるよね、まあ、下に書いてあるけど温暖前線と寒冷前線も狙われます当然だけどこの停滞前線っていうのもよく出てくるので覚えておきましょう だから3番の答えは停滞前線ですこいつね停滞前線でおまけとして丸だけこれがちょっと前線は抜きますねこれが温暖前線です温暖前線で尖ってるやつだけが寒冷前線もう一個いきましょう 丸と尖ってるセットです同じようにセットで使うんですが同じ方向に上だけとかね同じ方向に、えー、セットになっているのをちょっと教科書に合わせますねひらがな使うのでこれ教科書は「閉塞前線」と言いますこの「側」はひらがな使っても×食らわないんでそのまま大丈夫ですまあねあの漢字で書きたいっていう方は調べて漢字で書いてくださいあ覚えておいてね「停滞温暖寒冷閉塞」です そしてね、今回の問題4番なんですよ、えー。皆さんに問いたい。これ4番分かりました ?4 番、えー。先に白状しておきます。私知らなかったんです。これの答え。今から書きますけど答えを。知らなかった。あそれかともならなかったんです、えー。勉強不足ですね、なかなかね。 でまず確認していくとですね、無性生,あごめん無性生殖のうちじゃがいもやさつまいものように植物が体の一部から新しい個体を作る生殖の方法をホニャララ生殖というと,いうとこなんですが答えからいきましょう答えは <laughs> 順番がね青だったんです次 <laughs> 答えはえー、っと 栄養生殖と「言います」言いますって言ってるけどね調べたんだわ答え見て「栄養生殖って何?」って思ったの俺は知らなくってで調べたらそう書いてあったあーそうなんだと思ってね、まあ、衝撃だったんで、まあ、多分一生忘れない気がするこの栄養生殖 で一応穴埋めに上にしてあるんですけどやっぱ無性生殖っていうのは非常に有名で「無性生殖を簡単に説明しなさい」とか、まあ、ここが穴埋めになってることとかもあるのでぜひ覚えておきましょうはい無性生殖はい何ぞやっていうとこなんですがほにゃららをしないででこう作るんです何をしないかっていうとこれどうしようかな括弧にすれば答えじゃないってわかるかな受精ですね 受精をしないでこう作るのを無性生殖反対が有性性生生殖殖ですね、まあ、この無性生殖はめちゃくちゃ受験でねもう絶対どっかで見るんじゃないかっていうぐらいに出てきますので覚えておきましょうでその中でもじゃがいもとかさつまいもやっぱ調べたらその2つが出た例えとしてはじゃがいもやさつまいものように、えー、食物が体の一部から新しい個体を作るそういう生殖の方法が栄養生殖と ううらししいので覚えておきましょう皆さんもねもう知らなかった方がいたら覚えておいてくださいで5番ですね、えー、と自然界で生活してる生物は食べる食べられるの関係にありますとでこれをこのつながりをねホニゃララ噛んでるこれ多分ね習ってなくても聞いたことあるっていう方もねいるんではないでしょうか ちょっとカッコつけておきますすね食物連鎖です答えはでちなみに今回はこの受験の問題自体がほにゃらら連鎖が書いてあったんでね連鎖を出してあるんですけど「えー、食物連鎖」っていう言葉を全体ね4文字全体が答えになることも非常に多いので「食物連鎖」をセットで覚えておきましょう必ずねいいかな「食べる食べられる」の関係が食物連鎖です で、次が、地震が発生した場所が、えー、震源と言います。ここにあります。ちなみにこの震源もよく出てきます。言葉の問題としても出てきやすいので覚えておいてください。え、地震が発生した場所です。で、その震源の真上、これちょっと簡単に図を書きますね。地震っていうのは、えー、陸では起きません。地下です。 地下みんなの立ってる陸ではなくて地下で起きますその地震が発生した場所例えばここの地下で発生しますよ発生しますよねこれを震震源っって言います地震が起こった場所ですでそっから真上トン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 って言って、まあ、この辺にしましょうかこの地上まで真上に持ってったこの地点のことを何と言うかっていう問題でこれの答えが 同じく「真」は使うんですけど「王」で「真王」と言います。「真王」いいね。「真弦」そして「真王」上がね「真王」というのでセットで覚えておきましょう。さあラストは計算です。でこの計算は2つ、えー、解き方を伝えます。1個は、まあ、この問題だから使える簡単な方法こっちの方が楽です。でもう1個はちゃんとした計算を使った。 他の問題でも使えるやり方を紹介するので、ぜひね、両方覚えてもらえたらと思うんですが、えー、1秒間で、ね、10メートル移動します。自動車がね。で、こいつが平均の速さがね、ほにゃららキロメートル毎時です。で、まずですね、えー、っと、こっちでいいか。結構右入るよね。これの意味を必ず覚えておきましょう。これが何を表しているか。 キロメートル毎時ねあの H って時間の時って意味ですキロメートル毎時これは何かっていうと一時じゃんこっち時だから一時間で何キロメートル進むっていう話をしてますだからもしここに二十って数字がくっついて二十キロメートル毎時だったら 1> 1時間でキロメートル進みますよって意味なんですこれは他の単位でも応用が効いてじゃあメートル毎秒まあ秒が S の時もありますけどねメートル毎秒とかメートル倍 S ねなってる時っていうのは1秒で何メートル進みますよっていう話をしてるの。単位っていうのはそういう表してる。だから今回「キロメートル毎時っていうのは出てきた時にあこれは。 1>, 1時間でほにゃららキロメートル進むっていうことを調べればいいんだっていうことを聞かれてるんだってことが分かればまあも問題に入りやすくなってるとじゃあ、えー、それをねこの情報からいきたいんだけど1時間まで持ってこなきゃいけない今1秒なんだよねじゃあさ秒からいきなり時間む難しかったら1秒で 10m じゃあ1分だったらどうなのって考えるの1秒で 10m じゃんで1分は60秒あるから もちろん六十倍、なんかかみかみだよ、まあいつもか。六十倍すればいいから、六十かけて。一秒で十メートル進むから、一分で六百メートル進むことがわかります。ますさあ、もう一個、一時間まで持っていきましょう。一分で六百メートル進むってことは、一時間で。この六百メートルに一分、えっと、一時間は六十分あるんで、また六十かけましょうと。 そうすると3万6千メートルになってます今3万6千メートルねで今は1時間まで来ました1時間でねでも何キロメートル進むのって話を聞かれてるのでこの3万6千メートルをキロメートルに直しますそうするとえっ、ー、と1キロは1 0 0 0ルなので3 6六キロだよねつまり答えは3 6トル毎時と これが答えになります。まあこれが多分この問題に関しては一番やりやすいです。この単位の意味さえ分かっていれば1秒で10メートルでしょ。じゃあ1時間でいくつなのって考えていく。であんま出てこないですけど単位としてはもしここが今回メートル毎時こうなってる。これは1時間で何メートル進むのって聞かれてるのでもし単位がそうなってたら答えこれです。 3万6000メートル毎時。1時間で3万6000メートル進むって分かったからそれを書けばいいんですけど、今回キロメートルになっているので単位合わせをしっかりしていってください。で、でです。ちゃんとした計算で無理やり、あの、今から言うけどさ、多分こちらは簡単に感じるよ。え、めんどくせって思うかもしんないけど、ぜひ覚えておいてほしいのが、 結局今秒とメートルを使ってるじゃんそれをキロメートルと時間にしなきゃいけないので無理やりそれに持っていきます単位を変えていくっていう。でじゃあちょっとおまけなので青でいいかな。1秒を1と時間に単位を変えていきたいんですけどこれって、まあ、さっきこういうね計算をしたんですが1秒って何分ですかって。何分か。これは 単位を秒から分に変える時っていうのは60で割ります。まあ自分はよく60分のをつけろって言っちゃうんですけど。秒から分にするときは60分のをつけるんです。これ逆は分かりやすいの。1分を秒にするときっていうのは1分って60秒じゃん。つまり分から秒に変えるときは60をかけるのね。で逆に秒から分にするときは60で割るのね。 これあの単位の変え方ぜひ覚えておいてくださいそしてもう一丁です分から時に変えるの時間にでこれも同じでまた60分の下につけますまあ60で割るっていうことねつまりこれ3600分の1時間になります1秒っていうのはねこれが単位の変え方でもう一個1 0ルあるね1 0ル これもキロメートルに直さなきゃいけないので10メートルって何キロメートルですかって考えるでメートルとキロメートルをつなぐのって1,000倍だよね1キロが1,000メートルだから1,000倍なので単位を大きくしなきゃいけないからその1,000倍の1,000分のっていうのを下にくっつければいいまあ1,000で割るってことそう自分割り算のまま残すよりは分数にしちゃったから計算簡単なのが分かってるので、まあ、分数にしちゃいます全部 1000分のをつけて直す。で、これ、ま、10で約分できるから消しておきましょう。100分の1キロメートルになりましたと。で、なんでこんなことやってるかっていうと、今回平均の速さを求めろって言ってるでしょ。平均のってくっついてるけど、ただの速さなんだわ。小学校でやってた。見端とかさ、木端ってみんなやったと思うんだけど、あの、道のり速さ、時間ってあったでしょ。見端。まあ、木だった方はこう木にして。今回は速さを求めたいんです。つまり、道のり割る時間なんです。 道のりはこっち、ね、時間はここっっちちねね時間つまり式をそのまま公式通り行くんだったら道ののり割るる時間になってるのちゃんと単位は合わせたからキロメートルと時間に単位を合わせてるからあとは道のり割る時間をやったと。で割り算の後ろの分数は逆数にひっくり返すので掛け算になってまあちゃんとやったらこうかこうなるわけ。であと約分すると。 これ36だよ、ね、あ一致するちゃんと。って持ってこれるのでまあまあまあ分かってる先にこっち説明してるからこっちでいいやってみんな思ったと思うんだけどその秒からフンに変えたり時間に変えたりっていう単位の変え方とかメートルからキロに変えるっていう変え方っていうのはここだけじゃなくて違ううとこででも使う知識なのでぜひ覚えておきましょう、えー、外でなんかサイレンが鳴っておりますが日、まあ、拾ってたらごめんね。 最後ちょっとねサイレンに持ってかれましたが是非復習しておいてくださいでは今回はね高校受験対策の死守シ,シリーズ第12弾やらせていただきました今回の授業はこれで終わります以上ですありがとうございました